百里京は中国春秋時代の旗の最小、五大部、または百里とも呼ばれる、もう名詞の父。百里京は、その出身と言われているが、一世代前の時代に、元の国に百里という名の大部がいたことが、春秋差し伝に記されており、そこから百里京の出身地は元との説もある。その後、百里京は整えと向かうが、入国した後に、 上で倒れたところを、聖人の足シナエ宿に助けられる。そこで世話になった百里慶は、当時の聖光に叱喚しようとするが、足シナエ宿に止められる。後に、聖光は進化に失されたことから、百里慶は危機をうまく回避できたことになる。次に百里慶は、周王朝の王子隊に使えようとするが、ここでも足シナエ宿に止められる。王子は、紀元前675年に、 慶王を追い、一時的に大いにつくが、2年後の紀元前673年に廃止したため、ここでも百里刑は危機を回避できたのである。その次に百里刑は、集王室に連なる、恐れの系統へと士官しようとするが、ここでまた足苗宿に止められる。しかし百里刑は、彼のいめを聞かずに、恐れの大部として士官し、それ以降足苗宿とは、温心不通になってしまう。 紀元前655年冬に進むの健康が恐れ公に壁と名馬を送り恐れの親戚にあたる格闘を討伐するときにその街道を通過してよいかと恐れ公に要求したこれに対し百里慶は献身として名高い宮野木と共に恐れ公をいめたが愚公は両人の耳を貸さずに健康の要求に心よく応じてしまう果たして健康は と核を壊滅したその人に突如、恐れを襲撃して、これを滅ぼして、愚行をはじめとして百里啓らを捕虜として、下僕とした。まさに足え宿が懸念した通りの事態に陥って、しまったのである。しばらくして、健康の娘の牧姫が、真の牧孔に嫁ぐことになり、百里啓は、その召使いとして、真に入国した。ある日のこと、 僕校の家臣の一人が百里系と政治について語り合い、その献鉄を知って、百里系を最小に据えれば、旗は地里を開くでしょうと言って、僕校に推挙した。百里系はこれを嫌って国外へと逃亡し、座に流れて、奴隷とされたが、僕校の家臣に見つけ出され、羊の皮5枚で買い戻され、旗に連れ戻された。これに由来して百里系は五大部と合するようになった。 牧校は連れ戻された百里慶と国事について3日3番語り合い、彼に国政を預けることを決めた。時に百里七74歳。百里慶は徹底した特性を行い、周辺諸国を威武する政策を取った。これにより、周辺の10カ国が真に服属することを申し入れ、百里慶は文字通り戦里を開き、国力を大いに増大させた。このことは、 始皇帝の代に旗が中国を統一する基盤となった。また、清廉潔白で、冬でも、街頭を着ず、国内を巡殺するときは衛兵に武器を持たせなかったという。さらに百里慶は、彼が、かつて世話になった親友の足なえ、宿の東洋牧校に進め、それを受けて牧校は足なえ、宿を旗へと招聘し、上代部とした。百里帝が、最小になったとき、 すでに九十歳を超えていたものと思われ、死んだ時は百歳、近かっただろうと言われる。死因は定かでないが、四季、盲天殿に、盲武氏曰く、昔、我が、真の牧公は、サブロを殺し、百里刑を処罰されましたが、罪を犯したわけではありませんでした。それゆえ、王を僕と申し上げるのですとあり、処刑された可能性を記している。僕校は過ちを認識し、 それゆえに、この亡命死を徴用したとも考えられる。百里慶が没すると旗の男女は皆、涙を流し、子供たちも歌声を上げなかったとされている。この亡命死や、親友の足なえしくも百里慶の死後、最小となって、牧校をよく補佐した。ありがとうございます。